ミンバトワイシミンバトワイサラダズコどうも、草人です今日も草人じゃねえやつだって言ってね、聞いてほしいんだけどね。いやね、俺がまだ視聴者ファンの時、まず YouTube やってない頃ね、なんか、動画再生すると最初に、高評価、グッドボタンよろしくねみたいなことを言うね。チャンネル登録よろしくねみたいなことを言う YouTuber の人って結構いっぱいいるじゃん、俺ね。あれがどうも気に入らなくてさ、そんなこと言われんでも面白かったら押すから黙っとけってずっと思ってたんだけどね、こうやってゲーム実況始めてみてね、最初の頃はやっぱりプライドが許さなくてさ、俺は絶対そういうこと言わないような、いや、ゲーム実況者になろうと思ったんだけどね。もう、俺、プライド捨てました。あ、やべ。もう、完全に捨てたからさ、みんな。もう、見てなくてもいい。開始5秒でいい。もう、すぐに押して、高評価、みんな。わかった簡単、そんな深く考えなくていい。脳死でいいわ。脳死でポチッと押してくれな。てかね、今日も草じいちゃんのやつと、みんなちょっとこれ見て、今7連勝してんのよ。ワクワクすぞ、草人。いや、なんかね、10連勝するとね、キノコのヘアクリップっていうアイテムもらえてね、頭にキノコ生やすことができるんだよ。それがミンバトの上手い人の象徴でさ、上手い人ってみんな頭にキノコ生やしてんだけど、草人ね、これがもらえなくってもうマリオメーカー買って3年経つのよ。もう悔しいんだけど、ちょっとね、7連勝だって今。今半年ぐらい7連勝してなかった。もっとかな。まあ、前回ね、8連勝ぐらいした時のね、動画撮ってっからね、それ見てほしいんだけどね、それから全然連勝してなかったから、もうこれは動画回すしかないと思いますよ。お前ら生身で来るからそういうことなんで、俺が、ね、ちゃんとスタート時点ゆっくりキノコじゃねえや。フラワー、もうなんか頭の中キノコのことでいっぱいになってる、ね、もう常にもうキノコのことしか考えられない。もうキノコは癒したくてしょうがないの、草人。もうキノコ大好き。もう普通のこと言ってるからね、今ね。まあ草人はね、常に。まあね、現実世界では立派なキノコ持ってるんですけども、普通の一般人のものじゃないものだよ。やめとこう、教育チャンネルだからこれ以上言うな。お前、キノコが俺の鍵取んじゃねえよ、お前、俺がさ、頑張ってキノコ、頭にキノコ生やしたのにキノコが邪魔してくるんですよ。俺もキノコだけどさ、キノコ、みんなキノコじゃん。俺も、さっきお昼ご飯のカレーもキノコカレーだったわ。ばっ、来た、よし、なんでだよ、俺に勝たせてくれよ。もう頭なんかキノコでいっぱいで、口の中もキノコでいっぱいなんですけど。さっきのお昼ご飯もね、エリンギ、しめじ、えのきだけを入れた、ふんだんにキノコを使ってキノコカレー、そしてキャラクターもキノピコ、そして今キノコ状態もキノコだからさ、あべべべべ、そろそろ俺が勝たせて8連勝させていただこうぜ。こんなにキノコが好きな人他にいないよってみんな、もう大好きなのにさ、こんなにキノコ、なんでキノコ頭に合わせてくれ、舌だけじゃ足んないのキノコ、みんな俺にもさ、立派なキノコ生やさせてくれよ。これはね、集中してこうぜ。来い、何をしてんだよ。よし、このままゴールかい、ありがとう、よし、よっしゃー、草人チャンネル。メンツ強えな、ちょっと雑魚怖いよ。俺別に強い人と当たってなんとか勝てました、10連勝イエイとかそういう感動物語ない。雑魚潰しまくって、八百長しまくってもいいから10連勝させてくれ。みんな、あと2勝、ちょっと待って、手足やべえ。あと2勝集中するぞ。なんでだよー。いやー、これでさ、ちょっと待って。これでさ、弱い人とかだったらまだ全然勝てる可能性あるけどさ。いや、メンツが強いのよ、ほら。マリオだいぶ先行ってねえか。マジで、うわー。なあ、もうまずい。ちょっと、もう、ミンバトの神さん、ミンバトの神さん祈るしかねえ。みんなも祈ってくれ。ミンバトの神さんお願いします。ミンバトの神様。あぁ、なんちゅう奇跡。草人チャンネル。やべえ、ちょっと待って。マジで手震えてる。メンツぜ、ミンバトの神様、雑魚用意せえ。もっと雑魚 B 対 A 対ぐらい頼むわ。強いやつとかそういう感動ストーリー、ミンバトの神様いらないって言ったじゃん。雑魚用意せえ。いやー、ちょっと待って。ガチで決まるぞ、これで。いやー、ちょっと待って。このコースだったら、まだ勝てる可能性はなくはないけど。うわー、ちょっとどうしよう。みんなどうしよう、やばい。マジでちょっとコメントで応援してくれ。見る頃にはもう終わってるだろうけど。あー、ちょっと待って。ちょ、タイミング重要。めっちゃタイミング重要。抜け出す。抜け出すよ。いけ。たまん。あー、
き、きーた、やーやったー、マジか、みんな来たぞ、マジで来たぞ、マジで来た、みんな。ついに起こる俺の3年間のこの苦しみ、努力だー、ついに来ました、みんな。いやいや、帰ったね。やったー、10連勝。みんなちょっとさ、キノコヤクリップつけるの忘れてさ、普通に続けて遊ぼうよしちゃったからさ、11連勝目、行きたいと思います。せっかくならな。いや、でもだいぶ心はね、オッケーオッケー、余裕生まれてるよね。もう、まあまあ、ワンチャン負けてもなんてかっていう気持ちが、何決まってんだろ、こっちは実況者だぞ。そんな余ってるた気持ちやってないんだよ、みんな。誰だ今ちょっと草人余裕ぶっこいてんじゃないのかって思ったやつ、許さんからな、謝れ。オッケーオッケーオッケー。今のうち謝って、こうさせんか。捨てろ、くそ、とりあえず二人脱落した。あと、俺とルイだけ。なんでだよ、ちょっと待って。でもさ、やっぱりそうだよな。よし、みんな騙されてる。そうだよな。やっぱり草人 IQ167 の実況者の友達の草人がさ、あそこ気づかないの。そりゃね、この天才草人でも気づかないんだからさ、やっぱりみんなも気づくわけないよね。そうだよな。このまま、いや、マリオが来てんだ。やばい、ちょっと怖い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 。よし、俺の凄さに一人ギブアップしましたよ。ちょっと待って、一回やつ邪魔しとこうぜ。邪魔するまでもなかったな、草人がね。いけ。手を怪我す必要もなかったわ。このまま行こうぜ。結構死にコースだから、慎重に行った方がいい。あ、勝てる、マジ。みんな11連勝が来るぞ、みんな、マジ。この、ま、どうする ?20 連勝しちゃう、みんな。30連勝しちゃおっかな。まさか30連勝、ゲーム、あ、だってて、民罰で最高何連勝まで出たことあるんだろうね。いや、でも20とかね、ねえよな、おそらく。記録塗り替えます。世界記録塗り替え、なるほどね。なるほど、なるほど、こっちだ。草人が20連勝したいと思いますよ、みんな。オッケー、いけ。ゆっくり、こっち、いけないと思ったやつ、今すぐ謝罪しろ。謝ることになるぞ、君たち。オッケー。動画の尺がのはめちゃくちゃ長くなるんだ。20連勝まで待ってたら。もう結構十分撮れてる気がするんだよな。オッケー、動画1本分。オッケー。やり直すわけねえだろ、バカ。誰か自分の力でどうにかせ、他人に委ねるな。飲まれてすぐやり、みんなでやり直す、押そう。オッケー。委ねたがりだね。だから勝てないんだ。バカ。ちょっと待って、やり直す。ちょっと待って、やり直す。勝利ってのはやっぱりね、他人に委ねてなんぼだよな、みんな。自分の手で力掴み取るもんじゃねえぞ。人に寄生して掴み取るもんだぞ、勝利ってのは。みんな、よく覚えとけ。オッケー。これが勝つコツよ。時には人に寄生することも大事だ。大事だからな。来てみろや、バカタメが。気持ち強力。君は何を見てるのかな。これはみんなでバトルよ。余ったれた世界じゃないのよ、これね。悲しいけど、これ戦争なのよね。来た。完全に来ました、これは。やり直すわけね。お前らさ、他人に委ねる癖やめな。みんなでやり直しましょうか。ダサくない？一人で、やろうぜ。ほら、草人いつもこっち派よ、かっこいいでしょ。ほら、こういうところが、なあ、いや、大丈夫だ。焦んな、草人、大丈夫だ。まだ追いつけない。あいつら結構差あるからな。やっぱりね、やっぱり草人は一人で、けけけ、なんでもこなしちゃう派ですからね。いや、まずい！よし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 、焦らせんじゃねえ、みんなでやり直しませんか、派の、キノピコちゃんがよ。けけけ。一人でやろうぜ、派の草人ちゃんがね。絶対勝ちますからね、オッケー。待ってね、みんなやっぱりね、草人がなんでみんな草人チャンネルを見てる理由ってわかる。やっぱりこの頼もしさ、男らしさでみんな見てんだよな。けけけけ。くんな、あ、まずい、やばい、やりなさい。めちゃくちゃ楽しいな、この試合。待って、10連勝するときよりも、めちゃくちゃ俺の心がウキウキしてんだけど。やべ、みんな緊急事態、マリオにさっき聞かれてる、まずい。よし、あ、完全に勝ちます。多分この扉で終わりだと思うんだよな。あばよ、あばか、なに、よし、まだ切る、全然大丈夫。OK! あ、絶対勝つぞ。けけけ、みんな集中せ。こっちな。OK。いや、どっかで滅ぼしたいけど無理か。普通にいた方がいいかな。いけ。いやー、どっかであいつやりたい、あ、やめたい。いけ。集中よ、集中。で、
いけいけいけ。ゆっくり。あ、でも、マリオ来なさそう。よし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 。はーい、よし、このままゴール来い。もういいよ、もう行って、まだ続きそうじゃん。だって今、マリオの死んだ声聞こえなかったのか、今。おーのーって聞こえて気がしたんだけど。このままゴール来い、お願いします。やったかったー、実力で勝ちました、ありがとう。みんなついに着せ替えをする時が来たぞ。こちら着せ替えをするで、ね、ほらあったー、キノコのヘアクリップ、これが10連勝の証ちゃん。あー、なんか余計臭そう。